でございます。引き続きゲストシンガールのほかりあかねさんにも残っていただいてます。ほかりです。ほかりです。あ、出ました。久しぶり。これね今ならできる、今ならできる、はい、これ昔よくやってましたけども、改めて本編収録終わりましたので、ここからはね、もう気の抜けた感じで喋っていただいて結構なんでございますけどどうでしたか。まず素直な感想。楽しかった。本当に、はい、楽しいと思っていただけた。思ってる。本当に、うん、でも額のこうテカリ具合見ると楽しかったのかなと。本当にね。あ、ちょっとね、ちゃんとお化粧しなきゃダメだね。なんでテカっちゃう感じで。でもそれはあれでしょ、要は何ですか、代謝がいいってことでしょ。あ、うん、わかんないけど汗かきってこと。うん、汗はかかない。汗はかかないの。汗かかないけどテカっちゃうの。あのね、ファンデーションっていうのあまり塗らないの。ああ、そういうことね。そうするとテカっちゃうっていう、うん、そういうことなんだ。ごめんなさい、女子の事情もわからず。全然いやよくわかんないですけど、そのピースの意味はわかんないですけどだけどもほかりさんイコールテカってるイメージありますか。そんなイメージ作らないでくださいすいません、あのついつい、そうついつい、ね、抑えて、はい、抑えてね、ありがとうございますたたんで始発電車に乗り込んだんだ。